こんにちは、おじこです。今回は乙女椿メイクというコンセプトでふんわりとした青みピンクを使ったメイクをしてみました。まあこの造花は実はバラなんですけれども、こんな感じのもっふりとしたとっても可愛いお花がモチーフのメイクでございます。ぜひ最後まで見ていただければと思います。なめらか本舗の UV 下地で顔と首を軽くトーンアップさせます。今日は私の天敵の爆弾低気圧が襲来しているようで、普段よりもっと動きがのっそりしてるかもしれません。体がすんごい重くてオオサンショウウオになったような気分です。セザンヌのオレンジコンシーラーでクマの部分に血色感を与えます。今日は肌なじみのいい色というよりは結構華やかな青みピンクカラーをたくさん使うつもりなので、ちょっとベースメイクも厚塗りの感じになってしまうと化粧をしてます感が露骨になってしまうような気がするので、しっかりカバーはするんですけど、あまりケバケバしい感じにならないように薄く重ねていってカバーするという感じでベースメイクは作ります。ネイチャーリパブリックプロバイオエッセンスクッションの21番ライトベージュを使います。今回このクッションを選んだ理由が、私の肌に使うにはちょっとだけピンクが強い印象があるんですね。右側がこの間使ったミシャのグロークッションライトの 21N で、左側が今回使うクッションの色なんですけど、こうやって比べるとこちらは結構ピンクっぽく見えると思います。ただこのクッションは半透明と表現されるくらい薄く乗ってくれるファンデーションで、今もこの辺りに塗ったんですけども、ちょっとどこに塗ってるかわからないくらい肌への馴染みがいいクッションで、なおかつ色味も日本人に合わせて作られた明るすぎないカラーなので、ほんのりピンクがかった血色のいい肌色になってくれるような感じで、それが今回のピンク色をふんだんに使ったメイクをするには土台としてすごくちょうどいいんじゃないかなと思って、こちらのクッションを選択しました。こちら側半分だけ塗ってみました。こうして塗った方と塗ってない方を比べてみても、色の明るさがすごく自然なのがわかると思います。カバー力は薄いシミとかなら自然に飛ばしてくれる感じで、今は少しツヤっぽく見えるんですけど、時間が経つと肌にもっと馴染んで表面のツヤ感は少しなくなります。気になる点を挙げるとすれば、韓国のクッションの明るいイメージで色を選ぶと思ったより暗く感じるかもしれないです。まあでも気になるところといえばそれくらいなもので、スキンケア成分たっぷりの肌にも優しいクッションなので、ナチュラルメイク派の方の日常使いにはちょうどいいクッションなんじゃないかなと思います。確かこれより小さいサイズのお試し用みたいなのもあったと思うので、クッション使ったことないんだけどっていう方のファーストチョイスとしてもこちらはいいと思います。ただ私の肌色はかなり黄みの強い肌色なので、今回のようにピンクをメインで使う時の土台であったり、あとはこうやって首まで少し伸ばして色を合わせて使うっていうのが私の使い方にはなると思います。ルナのコンシーラー 0.7 番と01番を使います。この目の下に使ってた明るめの 0.7 番が使っていくうちにやっぱりいいなと思ったので、もう少し暗めの01番も追加購入しました。まず01番をさらにカバーしたい部分にのせます。コンシーラーはザセムの定番のものを何度もリピートして使ってたんですが、やっぱり年齢を重ねて私の肌も変わってきたみたいで、今まであんまり気にしてなかった乾燥とかも感じるようになって、それでこのルナの保湿感高めのコンシーラーに移行したんですけど、やっぱりこちらの方が乾燥しづらくて今の私の肌にはしっくりくる感じがしますね。これからは肌の変化に合わせてちょっと潤いのあるものを選ばないといけないですね。 0.7 番の明るい方でいつも通り目の下と、あとは顔の中心明るくしたい部分と口角の部分にも少しのせて顔の立体感を出します。今回は丸さがポイントのメイクなので、こうやって顎のハイライトカラーも丸く入れたりして、いろんなところに丸を散りばめて全体的に丸い印象にしたいと思います。
あとまぶたも今回はかなり淡い色味を使おうと思ってるので、しっかり色が出るように明るめのコンシーラーでまぶたの色を整えておきます。シワの間にもしっかりコンシーラーを入れるようにまぶたを引っ張り上げて塗ります。インテグレートのスピンメイカー CC パウダーを使います。こちらはコメントでスピンメイカーいいですよっておすすめしていただいて、こういう結構しっかりピンク色のパウダーで、リキッドの方もかなりピンク色の液体なんですけど、先ほども話した通り私はかなり黄みの強い肌色なので、まずはパウダーからナチュラルに血色感を出してみようかなと思って試してみたらすごく良かったです。自然に明るく血色感のいい肌色にしてくれるので、なんか桃みたいな感じというか、見た目よりもめっちゃめちゃピンクになるっていう感じではなくて使いやすいので、顔色があんまり良くない時にはこちらを重ねて血色感を偽造しています。個人的には血色感だけじゃなくてトーンアップしてくれる効果も結構あるなと思うので、顔全体に塗るというよりは主に顔の中心にふんわりのせるとすごく可愛らしいお肌になると思います。ティッシュで粉を落として、首は服に色がつかないようにアクメリカの透明のパウダーを重ねておきます。ここの一番目立つほくろ、ここにファンデーションが乗ってグレーっぽい色になってると途端に厚塗り感が出るので、ここのファンデーションは綿棒で取っておきます。私のチャームポイントでもあるので。でもなんか年々大きくなってますよね。いつも通りメディアのハイライターで目の下の黒クマの部分と、ついでに口角にも少しハイライトを入れて、よりキュッと口元にメリハリを出します。セザンヌマットシェーディングの02番を使います。今回は青みピンクをがっつり使ったメイクがしたいということで、全体的にピンク色を忍ばせて統一感でゴリ押すっていうメイクになっております。雰囲気を合わせるということですね。まずはノーズシャドウを描きます。普段はシェーディングをバキッとしっかり入れて骨の感じをしっかりと出すのが好きなんですけど、今回は乙女椿っていうふんわりとしたものがモチーフになっているので、まあそこまでがっちりとシェーディングを入れて骨っぽくするのではなくて、あくまでもふんわりとした影感でしっかり高い花を作るというよりは、このピンクがかった影の色を仕込みたいというのが一番の狙いなので、あんまりのせすぎないように気をつけます。ここの眉骨の下もこういう丸いラインを意識してのせます。唇の影は普段は唇の輪郭を際立たせるように横に長く入れるんですけど、今回は唇も丸っこく見せるためにこの一番厚いところだけにチュチュッと塗ればより丸っぽく見えると思うので、そんな風に塗ります。で、私は思ったんですが、この鼻の下の人中を短く見せるために鼻の下に影を入れるっていうのが定番の方法だと思うんですけど、それと同じように唇の下も影を広く入れたらその分顎が短く見えるんじゃないかと思いまして、で、私は普段何も考えずにバーッと塗ってたんですけど、私は顎を短く見せたくないんですね。元々の顎が短めなので、だからこうやって筆を潰して影を細く入れる、その方が顎の長さを保持できるんじゃないかと最近気づきまして、今はこんな風に影を入れています。涙袋の影も丸い形を意識して少し描いておきます。顔周りはいつも通りここの角張った部分とおでこの長さを少し削って、あとは全体的にふわっとぐるっとのせてピンクの雰囲気を全体に出します。さて、顔の土台はひとまずこれで完成です。メディアブライトアップアイシャドウの PU01 番を使います。こちらを使って乙女椿の花びらの一番外側、光に透けて薄紫っぽく見えるような部分を表現します。こちらを上まぶたの外側から内側に向かって塗ります。ちょっとこのアイホールの骨を中指の側面で感じながら内側に入れる。
こうすると広がりすぎることもなく、なおかつこの骨の丸みに合わせて乗せることができるので、こんな風に外側から内側に塗ります。この塗り方でわかるかもしれませんが、今回は目尻側が花びらの一番外側、一番明るい色にしようと思っています。普段は目尻側が一番濃くなることが多いんですけど、今回は逆に目尻が一番明るくて、目頭に向かうにつれてだんだん色が濃くなっていくという、そういうアイメイクにしたいと思ってます。なので目頭の方はアイシャドウをさらに多く重ねるので、あまり塗りすぎずに外側から始まって内側に入れているというわけでございます。このアイシャドウは本当にほのかな発色なので、塗ってるのか塗ってないのかわからないくらいなんですが、これがあるのとないのとではかなり雰囲気が変わってくるので、今回のメイクではとっても大事なポイントです。すごく綺麗な淡いパープルのツヤが出てくれるので、こちらは後でハイライトとしても使用します。ハイライトとして使うのもすごく可愛いんですよ。ペリペラインクポケットシャドウパレットの02番を使います。こちらの薄いピンク色をよくブラシになじませてから、黒目の始まりくらいから外側に向かって塗ります。次にここのもう少し暗いピンク色を目頭から黒目の終わりくらいまでふんわりのせます。このカラーをのせるとやっぱりグッとピンク色だなっていう感じが強くなりますよね。リシェリシェグロッシーリッチアイズの PK4 番、ここのさらに濃いピンク色を使います。これを目頭にキュッとのせます。乙女椿って一度は目にしたことがあると思うんですが、ふんわりピンク色でありながら花びらが重なり合って影になっているところは案外はっきりとしたピンク色なんですよね。ふわふわしてるように見えて、そこは椿の意地というか、それが可愛いなと思ったので、今回は乙女椿メイクということで、ふんわりとしたピンク色だけで構成するんじゃなくて、こういう強いピンク色もちょこちょこ取り入れております。さて、下まぶたは普段は涙袋を作るというよりは色をしっかりと入れるようなメイクが好きでやっているんですが、今回は久しぶりに涙袋をしっかり作って乙女チックな感じにしていきたいと思います。こちらの白っぽいカラーを涙袋の中心から左右に向かって伸ばします。涙袋の目頭側と目尻側にはペリペラのここのピンク色で色を入れて影感を出しつつ、上まぶたのピンク色とバランスを合わせます。キャンメイククリーミータッチライナーの06番を使って黒目の下にだけ少しラインを引いて丸目っぽい感じを出します。描いたらヴィセのここのピンク色をさらに重ねます。仕上げにここのグリッターを涙袋の中央にのせてより立体的にします。あとはここの非常に便利なブラウンカラーを2つ混ぜて黒目の下の部分の影を強めます。あと今回はアイラインを引かないつもりで、なぜかっていうと目を丸目っぽくしたくて、でまつげで縦幅を出すにも限界があるので、逆にこう横幅を出さないことで丸目に近づけようかなと思っているので、ただ何にもしないとバランスが悪いので、もともと目尻側にある影をちょっと足すくらいの気持ちでほのかな影を入れます。こんな風に涙袋をしっかりと作ったことで、うるっとした乙女チックな感じと目の縦幅を少し作ることができたと思います。続いてまつげについては、コージー 3D アイズアイラッシュの02番、今回はこちらを使いたいと思います。その前に地まつげをしっかり上に上げて、まぶたを持ち上げる骨組みを作っておきます。下地はつけまつげとなじみやすいようにダマにならないように気をつけながら塗ります。黒目の上がかっちりと上がってくれればいいので、黒目の上の部分だけ下地を塗って、目尻側は下地は塗らないでおきます。ペリペラインクカラーカラーの01番を使います。つけまつげをつけてからもマスカラを塗るんですが、まぶたを持ち上げる力をより強固にするために1回最初にマスカラまで塗っておきます。
ここまでまぶたを持ち上げる骨組みができたら、やっとこさつけまつげをつけます。自分の目の幅はちょうどくらいにカットしてあるので、そのままつけます。さらにマスカラを重ねて、優しいブラウンカラーのまつげにします。あとはこの目頭側のつけまつげの軸が届いてなくて気になるなという部分は、ブラックのリキッドアイライナーでちょんちょんと埋めます。ついでに下まつげも上のまつげと同じように、黒目の下が一番長くなって丸目に見えるような形でサクッと作っちゃいます。まつげをすべて作るとこういった感じです。このまつげのボリュームで華やかな感じが出て、なおかつこの目尻の部分のまつげが、私の実際の目尻の終着点の位置よりも少し低い位置にこう毛の長さで届いてくれているので、より丸目っぽいような印象に近づけてくれてるんじゃないかなと思います。あとはこれをコピーするだけです。ニューボーンダブルブロー EX の B14 番を使います。上まぶたの角度に合わせるような優しげなちょいアーチ眉という感じに描きます。この B14 番はちょっとだけ赤みの入ったグレーカラーっていうような、すごく絶妙なカラーで気に入ってるんですけど、確か限定品で今は多分店頭にはないんですよね。ネットだと多分買えるところはあると思うんですけど、定番化してほしいくらいこのカラーは使いやすいです。私の眉毛の形だと、この辺をちょっと描き足すと眉頭が少し丸い形になって柔らかい印象になると思います。ここでまたペリペラのパレットのここのピンク色を眉毛全体に少しのせて、眉毛にもピンク色を仕込みます。ビセリシェインスタントアイブローカラーの BR5 番、こちらで眉毛全体の色味を整えます。目元のメイクはこういった感じで完成です。チークはまたまたペリペラのパレットのこっちの薄いピンクをまず横長に広くのせます。このペリペラのパレットのマットカラーはふんわりとした色づきになるので、チークとして使ってもとても可愛いです。このパレットはここにノーズシャドウとかアイブロウとか、今回みたいにアイラインの代わりとしても使えるようなブラウンのカラーが入ってるので、これだけでもメイクができそうで便利ですね。でこちらのカラーを鼻先にも少しと顎先にも少しのせて全体の統一感を出します。そしたらこちら側のもう少し濃いピンク色をポイントとして、黒目の真下というよりはちょっと斜め下、この辺りに丸くのせます。このブラシがダイソーで購入したハイライトブラシなんですけど、ちょうど丸い形をしているので、この筆先の形を生かしてポンポンとのせていきます。チークを塗ったら、またまた先ほども使ったメディアのブライトアップアイシャドウの PU01 番、こちらをほっぺたのこの丸みを描くような感じでのせます。さりげないパープル感ですごく可愛いですよね。あとはいつもの目頭のここの位置と、さらにここのアイシャドウとノーズシャドウの隙間のくらいのところに同じくこちらのシャドウをのせます。セザンヌミックスカラーチークの10番、右上の一番明るいカラーをまずメディアのアイシャドウをちょっとだけ塗ってから、上に重ねて少し肌なじみが良くなるようにします。個人的にこの辺りはまあチークの延長として、この辺りはまあアイシャドウの延長として、結構色味のあるハイライトカラーを入れてもいいかなと思うんですけど、それ以外の部分はちょっと色味がしっかりあると主張が激しいような感じがするので、上からベージュカラーを重ねて肌になじませます。大きめの丸いブラシにとって、おでこと顎も丸く光らせます。最後にリップですが、こちらもアイシャドウと同じように淡いカラーを使うので、しっかり発色させるために最初に唇の色を消しておきます。ペリペラインクムードリップスティックの09番を使います。こちらをふわふわのブラシにとって、唇の輪郭を整えながら塗っていきます。
最後にメディアブライトアップルージュの PK01 番をポイントとして塗ります。さてメイクはこれでやっと完成したので髪型と服装を整えていきます。こんな感じで本日の乙女椿メイクは完成です。乙女椿の花言葉として控えめな美しさ、控えめな愛っていうのがあるので結構鮮やかなカラーを使用したんですが、アイラインを省いてみたりちょっとこうグラデーションを作ったりして派手派手のポップな感じになりすぎないように少し工夫してメイクしてみました。今回このメイクをしたいなと思ってちょっとコンセプトアートという名のお絵描きをしてイメージをいろいろ練ってたんですけども、個人的には思った通りのメイクができたので非常に満足でございます。それではこのあたりでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。